ジャーマラ見せて抜けてる、ジャーマラ行け、突っ込んで行け、やばい、オッケーねえから、ジャーマラ行け、やばいって、ジャーマラ、俺のやばい、やばい、アイセンバッ ク, バック、やばい、マジでやばい、ジャーマラが。ジョーマラマタケシの NBA TV。はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、ジョーマラマタケシです。今日も元気にヘルメッツギマーボーやってきたと思います。ということでですね、はい、今日は私行きますよ。はい、行きますよ皆さん。はいはい、ババンと、はい、ルーキーパー作ってみました。はい、こちらルーキーパーですね。はい、シューティングガード、スモールフォワード、ルーキーパーじゃなくないって思う人もいると思うんですけど、これルーキーパーなんですよ。過去に出てきたスローバックテーマってやつも、あれもルーキーの、昔ルーキーだったやつの写真から撮ってきてる、これルーキーパーなんで、だからこれ KD ルーキーの時のやつですからね。 KD ルーキーのやつで、はい、これしかも KD これやばいんでね、シューティングガードで KD 使えるんで、これ本当にね、ヘッドトレードルガチパとかでも全然使ってます。で、これイングラム、これね、前の、今回じゃなくて前のスピナーでゲットしたやつで、イングラム、その時パーサーもやばかったんで、まあ、これガチャゲンなんですよ。これガチャゲンなんでね、多分持ってる人少ないと思いますんで、はい、じゃあこちらをちょっとメインで、こっちじゃない、違うで、メインは、はい、ジャモラ、こっちでババンと、はい、先日魔改造しましたんでね、これ持ってる人ね、まだいないと思うんですよ。はい、ガチャゲンしかない、現時点ではまだガチャゲンなんでね、こちらをバチコリと、使い込んでいきたいと思います。ではお願いします。チャンプテイク TV。 さあ行きましょう。机投げの王、俺は大パンの王だ、バゴス来いよ。さあ行きましょう。さあ始まりました、よろしくお願いしますと。さあまずね、ジャモラを俺も持ってんだよってのをまず見せつけたい。さあプレメマックス、敏捷性マックスのやばい、待って、ちょっと待って、いきなり荒稼ぎしちゃったんだけど、ちょっと荒稼ぎはシルバーパックか。さあ、間違い、お、エイタ、これワンチャンジャパンじゃねえか、ワンチャン、エイタってジャパンだよね。よし、ボゴス、来いよ。さあ、よっしょ。さあ、始まりました。よろしくお願いしまーすと。さあ、俺がね、もうジャモラ持って、まず、エンビ。まあ、今はしょうがない。あれ、ちょっとエンビにパス入っちゃったんで。はい、まずエンビバチコリと決め込んでいく。そして、ジャモラが、まあ、ジャモラ使っていくんですけどね。ジャモラメインで使うんすけど、まあ、ルーキーパーということなんで、今回はまあ、全員、ルーキーをしっかりと活躍させていく。さあ、いきなり決めてきやがった。ドラモン、あ、びっくりした。今、ドラモンで3かと思った。ポジョっすね。はい、3メーターもほぼマックスにしてるんで、待って、ちょっと待って。荒稼ぎ。ちょっと待って、荒稼ぎがひどいぞ、これ。さあ、まあ、連戦マッチ。次は落ちんのよ、マジで。次はボゴスかんな。来いよ。さあ行きましょう。待って、早く飛びちゃった。まあ、いっか。まあ、よろしくお願いします。と。さあ、始まりました。さあ、相手はブルズユニでございます。さあ、先ほどもね、さっきチラッと見えましたけど、パワー、ちょっと待って、すげえ遅いんだけど。相手はマジック、ポジョ、ドラモンド、ゴードンかな。待って、やべ。あと、アイバーソンか。さあ、そんなパでございますけどね。さあ、先制点決められましたけど、まあいいでしょう。さあ、ここ、相手はおそらくガチパでしょうね。さあ、待って、連続であれ、待って、ちょっと待って。しかもシルバーパックばっかなんだけど。さあ、ワイルドホーク。4万8000ファン。次はマジマッチングしてくれ、頼むから。ボコさせてくれ、ジャモラで。さあ、行きましょう。始まりました。なんか今日ジャンプボールめっちゃ勝てんな。ちょっと待って。今のパス何？俺何も押してなかったんだけど。まあいいや。さあ。KD がドフリーなんだけど？これ決めてくれと言わんばかりの。オッケー！なんであんなドフリーになったんだ？あれはさすがに決めるやろ。どう考えても。さあ、3-0 でね、バシクリと決めていきましたけど。さあ、相手はジョーンズとラリーバード。センターとかウェンビーバトル。そして、これだ、ドレクスラーか。ちょっと待って。タフにしている。待って、ちょっと待って。ひどすぎる。あ、ゴールドパー来た。待って、ちょっと待って、マッチング全然せんのだけど。チャンプテイク TV。あ、マッチングした。オッケー。ま、ちょっと待って、なんかすげえ萎えてんだけど、全然マッチングしないから。まさか、この荒稼ぎだけで埋まるってことはないよね。さあ、行きましょう。次こそはマジでお願いします。さあ、行きましょう。始まりました。さあ、相手はジョーンストラリーバード、カール・マローン。
ドレックスラウェンビーですね。さあ、よっしょ。さあ、まずマローンがバチコリと決めていく。さあ、いいですよ。全然いいよ。さあ、もうジャモラ見せていきますよ。抜けてる！ジャモラ行け！突っ込んで行け！やばい！オッケー！もう B 小生徒プレイマックスだから。オッケー、やばいぞ。やっと見せられたよ。やっとジャモラの真骨頂。あれがジャモラの真骨頂です。やばいです。俺の魔改造してるから。さあ、ウェンビーが、はい、これタフなショット。オッケー、いいよ。ジャモラ行こう！マジ、ジャモラ止まんねえから！ジャモラ行け！ジャモラ行け！やばいって！ジャモラ、俺のジャモラやばい！俺のジャモラやばい。普通にだって今、コーストというコーストだったろ、普通に。待って、やばい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 。ジャモラマジで大成功した、今回の魔改造。やっぱプレメマックスはやばいぞ。しかも B 小生マックスしてるから、スピードもあって、しかもドリブルの速さもある。もう文句なし！もうこれで合格だな。これで優勝だわ。ジャモラは。あの魔改造で文句なしだわ、OK。やっぱりね、プレメつけると結構おもろくなる、やっぱり。ドリブルが速くなったりするから、操作性が基本的に上がるので。はい、剥がれてる。よーし、やばい！ 100% やろ、シュート成功率。6、4、全部ジャモラ。OK、いいよ。この調子で。さあ、相手はどう来るか。さあ、リーバードが、合わせてくる、ウェンビー。さあ、ジョンスト。さあ、合わせてくる、ドレクスラ。ドレクスラ。オッケー、落ちた、ナイス。いいよ。もう、ジャモラ縛りでいこう。ジャモラがやばいことが判明した。これ、抜けてるだろ！いけてる！さあ、来い。あ、うそ！さすがに落としたか。さあ、ラリーバード。さあ、なんか、あ、これタフだよね。オッケー、いいよ。ちょっと待って。オッケー、ボコしていく。ナイス、いいよ。さあ、ジャモラが走ってる。さあ、ジャモラ、待って、ちょっと、今のは突っ込みすぎた。ちょっと待って、一回落ち着いて。ジャモラ、これ渡す。アイセンパック。アイセンパック。やばい！マジでやばい、ジャモラが。オッケー、確定でやばいっす、これ。これ、魔改造成功してる、ほんとに。はい、ということで、今回は特別に NBA 操作方法ワンポイント講座ということで、ステップバックシュートについて解説させていただきます。やり方は、シュートボタンと左側の十字スティックボタン、こちらを同時に押すことで発動します。では、やっていきましょう。さあ、いきますよ。さあ、アイバーソンが、はい、ステップバック、はい、見ました、今、下がるボタンとシュートを同時押ししてました、はい、よく見てください、下がるボタンとシュートボタンを同時押しに、はい、今ちょっと失敗しちゃいましたけど、下がるボタンとシュートボタンをこれ同時に今押してますね、同時に押すと、はい、発動してます、はい。まあ、タイミングは、ね、ちょっとでもずれちゃうと普通のシュートになっちゃったりしてしまいますので、まあ、ドリルとかでね練習してぜひ皆さんステップバックシュートマスターしてみてください。もう1試合だけでわかるやん。散々今まで荒稼ぎで落ちてきたけど、もう1試合だけでヤバさがわかる。はい、ここも、あー、そう、ナイス KD。 もう1回3メーター6の1。嘘だろおい。 OK、 みんな取ってきてくれてる。ちょっと待って、一回戻してからの、ちょっと待って、今危ない。今のシュートマジで危なかった。やべ、時間ね。ちょっとタフったが。くそ、戻れ。さあ、相手はドレックスラーがボールを持って、待って、なんか、うわ！ウェンビー、ちょっと今のは、やられたな。ただ、俺はもう、ジャモラ縛りだから。ゲンガチャ、いやー、待って、今抜けると思ったんだけど、待って、戻れ。やばい。ジョンスト止めろ、ジョンスト止めろ。おい、高卒で高卒されてんじゃねえよ、ジョンストに。ジャモラやり返せ。オーケー、パス通った。確実なシュート。よーし、オーケー、沈めていこう、オーケー、10-0。あ、10-0じゃねえ。10-8。オーケー、ジャモラ唯一得点で。勝つかんな、ジャモラ縛りで。さあ、ドレクスラー。さあ、相手はどう来るか。サムNBA。さあ、ラリーバードが合わせてくる。ドレクスラー、ドフリー、やばい。嘘だろ！ちょっと待ってくれよ、おい。こっちはジャモラ縛りでやってんだって。待って、ジャモラでマジでこいつぶちのめすわ。さあ、スクリーン一回呼ぶ。で、当てて、オッケー！これ上見よ。さすがにちょっと待って、勝ちに行くわ。嘘だろ！ちょっと待って、今の外す？ちょっと待って、やばいって、やばいって。チェック行って。嘘だろ！ちょっと待って、やばい。これは絶対負けるわけだから、ちょっとジャモラで。邪魔な、メーター6だから3。ちょっと3一回狙う、ここマジで。あ、待って、2になっちゃった。頼む、嘘だろ！ちょっとやって、やばい！
いや、違うんだって、いろいろと。ていうか、空いてるマジすわけわかんないシュートが入りまくった。え、待って、ちょっと待って、ちょっと、てめえ、場所こらえろ。てめえ、場所こらせろ。ちょっと待って、場所こらせろよ、お前。ていうか、時間使うなよ、お前。そもそも。さあ、シュート、あ、入ってくる。お、場所こらえろ。よし、前もだろ？嘘。いやー、もう 3.6 秒しかねえ。頼む。ちょっと待って、お前、ちょっと待って、バシコって、もうバシコ、もう 0.7 秒しかない、もう。0.7 秒しかないから、もう無理だって、これもう。ちょっとさ、違うんだって、いろいろ。あー、もう最後、ぶん投げ。ドキできないんかい。待って、最後、荒稼ぎしたんだけど。最後、荒稼ぎしたんだけど、待って、これ。ちょっとなんか、今回おかしいぞ。なんかもう、ちょっと、荒稼ぎ全部、これ全部荒稼ぎだったんだけど、これ。先輩、はい、今日の先輩は残り試合時間34秒のところでこのゴール下のシュートを外したウィンビーですね。これ決まってればディールできたし、やっぱり決まることによってね、ムード、試合のムードも良くなって流れも良くなって、はい、またその後にいいプレーつなげると思うんですけど、逆に外したことによって試合のムードは悪くなってチームの士気も下がって、はい、あとその後ちょっといいプレーもできなくなったんで、このね、このウェンビーのゴールしたシュート、これがね、今回の審判です。ウェンビー何やってんだよ。チャンネルからの大切なお知らせです。ジョモ生たけし TV のメンバーになりませんか。メンバー特典としてコメントの優勢返信や、人数が集まればメンバー限定の PVP 大会も開く予定です。ぜひ振るってメンバーになってジョモ生たけし TV を応援しよう。Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer.